さあ大会の花、注目の男子 100m 決勝、世界一速い男はバレルかルイスか。スタートを切った、フィニッシュしたのはバレルだ。ルイス1着ゴールイン。9秒86、世界新記録、ルイスやりました。20世紀の歴史に偉大なる1ページ、エビ 20% 増量、20世紀カップヌードル、日清。